皆さんこんにちは。非常識な教室経営コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは苦手を仕事にする方がうまくいくビジネスモデルの作り方の不思議ということについてお話をしてみたいと思います。好きを仕事にするっていう言葉はあちこちでよく言われているし、私も基本的にはその考え方には、賛成です。私も好きなことをしたくって独立自営になっているわけなので、サラリーマンとか雇われの身ではできないことが実現できるっていうのも、まあ、自営業自分でやることの喜びでもあります。でその際には当然モチベーションが必要なわけで、絶対にその好きなことをやり抜くっていう、その強いモチベーションという点から考えると、好きなことを仕事にした方がうまくいく可能性はもちろん高いし、私もいろんな、まあ、ブログとかで今までも書いているように、好きなことしかしない、楽しいことしかやらないっていうことは皆さんにお伝えしている通りです。にもかかわらず、まあ、なぜ今回これをテーマに挙げたのか、苦手を仕事にする方がうまくいくっていうお話が、実は私自身もその現在の仕事ではないその途中経過ですね、その途中経過では苦手を仕事にしているんですよね。なので、そこを実際に自分でやっても、あ、なるほど、だからうまくいくのかっていうことが分かった点があるのと、私のクライアントさんでやはり苦手を、まあ、転換して仕事にした方がいらっしゃってですね、案外その苦手っていうものを逆に果敢にトライして、得意に変えるぐらいまでいくと逆に仕事としてはぐんと伸びるんじゃないかっていうふうに思ったので、今日はまあ、そのお話を中心にしていきたいと思います。では早速お話をしていきたいんですけれども、私の、ね、お話からちょっとしていきたいんですが、私の苦手っていうのはまあ何だったのかっていうと、実は私は、コンサルタントになる前というか、まあ、教室事業のコンサルタントですので、まあ、教室系をその前はやっていたんですけれども、まあ、パン教室をやっていたわけですよね。で、じゃあなぜパン教室をやったかっていうのが、その前の職種の会社員の仕事がパンニーダーというニーダー、というパンをこねる機械を売る営業部長だったんですね。なので、まあ、パンの知識とかまあ、いろんなパンの会社回ったりとか、パンの先生のところたくさん回ったりとかっていう経験が、ちょっと特殊な経験があって、まあ、それがきっかけで逆にそのパン教室の先生とかが集客に苦しんでるのを知っていて、まあ、それを救うためにコンサルタントになりたいっていうふうに思ったわけですよね。ただそのコンサルタントにいきなりなれるわけはないじゃないですか。皆さんもそうかもしれないけれども、会社員をいきなり辞めた人が教室のコンサルタントやってますって言われたって、相談しますかっていう話ですよね。まあ、私だったら多分相談しないんですよ。まあ、実際にそういう残念な経験をされた男性のね、コンサルタントの方に自分の教室の経営のことをね、話した時に、今一つこう話が噛み合わなくて分かってもらえなかったっていう方も実際に私のところにいる方でいらっしゃったりもするので、それは往々にしてあり得る話だと思うんですよ。ビジネス脳で考えた時に、教室授業ってビジネスとして捉えにくい種類の内容、もちろんできるんですよ、できるんだけど、基本的には捉えにくい、特に男性の目線から見た時には捉えにくい職種の一個です。なぜならば自宅教室っていうのは、自宅のプライベートとですね、教室の境があんまりない状態だったりもするんですよね。私も実際に現地とか実地でいろんな方のところ行くんですけど、スタジオ化してるようなタイプの教室はあんまりこう家庭の匂いというか生活感っていうのがあんまりないんですけれども、やはりその子どものね、書いたものとか
掲示物とかリビングと兼用してあると、そういうのがベタベタ貼ってあったりとか、まあ、ご主人の部分で言うと旦那さんの趣味のものとかがリビングにドーンと置いてあったりとか、奥さんでもそうです。奥さんの自分の趣味のものとかが調和して馴染んでればいいんですけれども、それがやはりリビングの中とか、要は生徒さん、お客様が来るところに無造作に置いてあるとかっていうと、やはりそこの自宅っていうのと教室っていう、もっと本当はビジネスとして分けなきゃいけないんですよね。会社にね、そんなに、自分のデスクレベルはいいですよ。子供の描いたお絵描きのものが貼ってあるとかっていうのは構わないんですけれども、仕事として考えた時に、お客様はその空間ごと買っているっていう感覚から言うと、なるべく生活感っていうのを排除した方がいいです。住んでるから難しいのは分かるんですけどね。で、その領域からすると、男性がその教室業の先生の経営相談に乗る時に、意識のギャップがものすごくあるから、ズレが出るのは当然当たり前なんですよね。で、私自身は基本自分が、やってきたこととか経験したことベースでお話をしたいとやはり思っていたので、コンサルタントになるためには自分が教室を運営する必要があるとやはり思ったんですよね。なので、ここの事業部長、パンの方の時の事業部長の経験の内容から、パン教室で全然種類違いますよ。会社員の中で働く、管理職までやっているような状態の内容から一転して、一、個人事業主になるわけですから、このギャップはものすごい大きいです。私はここを目指したかったんで、本当はコンサルタント。でもそれをしないと、きっと教師の先生の気持ちがわからないと思ったので、実際にやりました。だからパンは好きか嫌いかと言われれば、若干残念な話、別に普通だったんですよ。ものすごく好きとかいうことではない、嫌いではもちろんないです。パン、そんなに食べる人ではなかったので、それはパンのコネキを販売している時も同じ動機です。入社した時に、そのブライダルの方から入社したんですけども、そのブライダルの方からそちらに行った時の一番の動機っていうのは、現場ベースでまだ働きたかったんですね、私は。管理職っていう職業も別に悪くはないんですけれども、現場が好きなんですよ。その現地に降りてって、でその現場で降りてきた声を吸い上げながら、経営陣の方と話をしながら動かしていくっていうことが好きだったので、どんどん役職が上になっていってしまうと、それがしにくくなるのが窮屈になってきて、でだんだん会社の組織の中の歯車に組み込まれるような気持ちになるのに危機感を覚えて、役職が上になればなるほど辞めたくなるっていうタイプの人なんですけれども、そのブライダルの方からそちらの方に行く時も、営業がやりたいって言って、そういうエージェント会社に登録をして、紹介してもらったのがニーダーの会社だったんですよね。でそこは新規事業部っていうことで、スターティングメンバーを募集していて、私はその時、パンなんて作ったこともないし、本ベーカリーもやったことないですよ。だけれども、募集要項の中に、新しいものを作り、その新しい世の中にないものを作って、そのニーダーがホームベーカリーとか炊飯器並みに広げていける、その拡散というか、作り上げていく事業を一緒にやるメンバーみたいな感じで募集があったんで。世の中にないものをその必要とされる人に広げていく事業っていうのは悪くないな、やってみたいなって思ったので、それで応募したんですよね。で社長と面接の時に言ったのは、私はパンをこねたこともないし、パンの知識とか現状は全然ゼロですと。ただその健康とか体のために自分の家でね、パンを作るっていうことを楽しんでいる人、ないしはそれをこう心から嬉しいと思う人たちに、世の中にない機会を、新しく広めていくっていう、このビジョンに非常に共感をして、広げていきたい、私には営業のスキルがあってそれをやっていけると思いますっていうことで応募して、その時にパンは作ったこともない、
やったことはないですが、それはこれから覚えますと。だから私の得意は営業ですっていうことで、まあ、それで営業部長として採用されたわけなんですけどね。だからやってないんですよ、そのニーダーの時も。だからそこから皆さんが、男性が食品関係の、店長やってた方とかが入ってきているので、私は全然そこもスタートがすでに遅れているので、それからパンのこととか実地実技も猛勉強です。営業の仕事もやりながら、夜家に帰って10時とかに帰った後にパン作りとかやって、2時とかに寝るみたいな、そんな生活を続けてたりとかして、多分普通のパンの先生の、作ってる頻度よりも多分多かったと思います、営業の私の方が。実際に教室とかたくさん回りましたけど、いっぱいたくさん回った時に、全然私よりもちろん超プロフェッショナルの先生ももちろんいらっしゃったんですけれども、週に1回か2回レベルで教室授業をやってるタイプの先生とかだったら、知識は私の方が多分ありました。実際に実技の方も相当の量をこねてたりとか、いろんなところに行って習ったりとか、まあ、会社のお金もあったし自腹もありましたけれどもね。それ以外の知識とかもいろいろ学ぶ機会とかが多かったんで、多分全然詳しかったっていう状態で営業をやっていたんですよね。で、その知識をもってしてパン教室を作る。だから、すでに先生たちが困っている課題も知っていたから、それをインターネットビジネスに載せた時にどうするっていうのも知っていたし、それを解消した、クリアするためにどういう教室を作ったらいいのかっていうのは、ウェブの知識とともに合わせたことによって、スタートから満席になるような、そういう教室を作ることができていたっていうのは、先に先生の課題と教室事業というのはどういうものかっていうのを会社員の時に知っていて、転職をしてパン教室を立ち上げて運営をしたからなんですね。だからパンそのものはその時にはそこまで苦手ではなかったですよ、やるレベル。ただその営業の人がパンをやるっていうのと、自宅教室でまたパン作りを教えるっていうのは、これまたちょっと領域が違うんですけれども、決して得意ではない領域です。だけれども、それをやることがコンサルタントになった時に先生たちを救うことになることだっていうふうに信じて取り組んでやったので、苦手を仕事にしている人です、私は。そして途中で美容食学っていうマクロビオティックと現代栄養学を合わせての講座を加盟校になりませんかっていうことをお声掛けいただいたんで、そちらも別に得意領域でも何でもなくって、初めて勉強する知識ばっかりです。古代栄養素の昔なんかやったようなね、話とかありますけど、陰陽の話とかで、そうするとそこでまた足りない知識として、そのテキストはもちろんそうなんですけど、実地実技の部分とか、マクロビオティックと現代栄養学のそれがどう違うのかとかを知りたかったんで、マクロビオティックの学校に自腹で行って習ったりとか、あとその講座の中でですね、実習実技の時に魚をさばく工程が出てきちゃったんですよね。魚なんてさばいたことないですよっていう状態だったので、それを生徒さんに教えるっていう立場になるプロフェッショナルとしてはっていうことで、魚さばきの教室1年間通ったりとかですね。だからその都度、これが足りない、これが足りないっていうものが出てきた時に、もう仕事はだから動いていく状態に進んでいる時に、一緒に知識を入れながらやっていく。これもだから苦手を仕事にしてるんですよ。で、それを6年やって、ようやっとコンサルタントの方の事業にシフトしていくわけですよね。4年やっているところで大体教室業が作り上げることができたので、当初目標にしてた会社員の年収まで行く、あとは全国から生徒さんが来る、ウェブを使って満席にする教室を作るっていうのを、3年で立ち上げてそれを撮影したので、そこからは本当のやりたかったコンサルタント業にシフトしていけるように、教室業を少なくしてコンサル業を上げていったって、まあ、そういう経験を持ってるので、私は苦手を仕事にもしたんですよね。で、それによってじゃあどういうことが起こったかっていうと、コンサルタントの中で教室事業を運営した上で教室コンサルタントをやってる方っていうのは、
いらっしゃるのも知っています。でもかなり数が少ない。で、かつそのいらっしゃる方の中にも自分でウェブも扱って、私の場合写真をもともと趣味でやっていたので、写真をやり、かつ、デザインの方の知識はインテリアコーディネーターをやっていて、パースを書いたりとか色彩理論とかは当然コーディネートですからね、そういうものをやったりとか、インテリアコーディネーターだった時に、まあ、インテリアっていうことなんで、インテリア全般をコーディネートするっていうことで、テーブルコーディネーターの資格を取ったりとか、カラーコーディネーターとか、まあ、そういったものとかもろもろ必要な時に全部必要で覚えてってるんですよね。そうすると、その知識をもってして、ウェブデザインをしたりとか、あと全体コーディネート、まあ、動線設計も含めて、あと室内レイアウトも含めた状態で、かつ、ウェブをやり、あと営業をやってた制約とかの知識、これを含めてコンサルタント、コンサルをしているっていうのは多分私一人だと思っているんですよ。違う方いらっしゃったら、すいません名乗りを上げてくださいみたいな、その時にどうするか考えますけれどもね。なので、その領域は私が苦手を克服したから、自分が教室を運営したから成り立っているレアな存在になれたのは、教室を運営したからなんですよ。これが単なるビジネスの方の領域で、私が単なるビジネスの方の人の女性起業家を教えるみたいな形のコンサルタントとして、やろうとすると、今のそのレアな状態じゃなく、すごいたくさんいる人の中の一人になってたので、私が教室業の方に行くっていうのをシフトしたことによって、やってきた経験、10年近い教室業での変遷と流れを全部知った状態でコンサルができるっていう、まあ、そういうレアなコンサルタントになることができたのは苦手をやったからなんですよね。なので、先生それぞれにとって何が苦手になるのかわからないんですけれども、その苦手を克服することによって知識とか技能を身につけると、結果としてもともと得意はあるわけなんで、それとこれをくっつけたことによってものすごく強いものを作っていくことができるケースがあるなっていうのを最近感じてるんですね。だから得意を仕事にするのは構わないんだけれども、その得意を仕事にするために苦手を乗り越えないと得意の仕事にならないのであれば、途中経過も数年かかっても諦めないでこれをやりたいと思うかっていう、そこが一つ熱情とモチベーションになるのかなと思っているんですね。で、それを乗り越えた人って、ただ好きでやってる人よりも絶対に苦手を乗り越えた分の強さとスキルアップのバネっていうのがあるので、絶対的にその人よりうまくいくんですよ。で、私のコンサル生さんの中にですね、OL から転身して会社を辞めて、ウェブのコンピューターの方の知識はもともとある方だったんですけれども、文章をものすごくよく書ける、ロジックで書いていくので書けるんですけど、デザインが全然できない方がいらっしゃって、私が添削するといつもデザインがっていうのを言って。で、それによってこうウェブサイト自体の仕上がりがスケールダウンしちゃうので、文章がどんなに素敵でもビジュアルで見せていく部分ができないと難しいので、何度も何度も言ってたんです。で、その指摘がいつも引っかかるっていうのは、もう彼女は課題というふうに考えたので、自らデザインの先生のところに行ってデザインを習って、その苦手を克服しようっていうふうに決意をしてやられたんですね。で、彼女は自分が最初デザインは苦手だというふうに思っていて、苦手だっていうことで取りをやらない状態だったんだけど、習うと分かってきたのはデザインもロジックだっていうことが分かってきたんですね。で、もともと頭がロジカルシンキングの方なので、そのロジックだって分かり始めたらデザインが面白くなってきて、で、練習もものすごくしました。そしたら結果どうなったかっていうと、ものすごくデザインが上手になって、文章もともとできていたので、それをはめ込むとちょうどすごく売れるページみたいなページを作っていくことができるスキルが身についたんですね。そしたら私は、いいものだっていうのが分かれば、いいものは私は人に紹介していくので、どんどん仕事を振るわけですよね。私のところに回ってきて、私はデザイナーではないので、やりたいんですよ。デザインも好きでやりたいんですけど、時間がなくなるから、デザインを見ていくっていう下知識として自分のスキルアップはずっと続けているんですけれども、最悪自分でデザインするんですけどね。ただデザイナーにそのラフ図案とか渡すのにも、自分がデザインできた方が伝わりやすさが
よく伝わるので、そのためにデザインも今でも勉強はし続けてるんですけど、写真もデザインもなんですけどね。で、その彼女にどん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 仕事を振ってるっていう状態なんですね。だからそれが仕事になっちゃったんですよね、苦手を得意にしたことによって。だから私が最近思っているのは、今日のタイトルにあるんですけど、苦手を仕事にする方がうまくいくっていうのは、要はその得意な人たちがわさわさいる領域の中で、苦手を克服してその得意の領域に乗り込んでくるっていう、その状態を作ることができたら、ただ得意でやってる人よりもやっぱり強いなっていうのはすごく思うんですね。その人たちもしかも苦手なことだったら、さらにパワーアップっていう感じですね。私の場合にはもともと営業の知識と数字を見たりとか扱っていくビジネスセンスとビジネスの経験とスキルが二十何年ある状態。ここはただの教室の先生では絶対に追いつけない領域なんですよ。そういう生活を皆さんしてきてないから。で、その経営とかその知識をもってして苦手な教室の分野に乗り込んでるので、だからすごく得意な体質、それでパン教室を運営するわけなんで、ビジネスの人がパン教室を運営するっていうと、そういうことになるっていうことです。だから思い入れがものすごくない分、ドライにこれはビジネス的にどうなんだろうとか、よりお客さんが喜ぶためにはどういうふうにやっていったらいいんだろうって、ものすごくマーケティングとかビジネスの方からパン教室を作っていったっていうのが私の作り方になるので、引いた目で見れるっていうのが多分一番強かったかな。思い入れが強すぎない分ですね。はい、それはパン教室もそうだし、食学の方の講座もそうです。知識ベースで作っていて、どうやっていけるかって、だから愛は全くないわけじゃないんですけれども、必要以上に思い入れが強すぎなかった分、撤退するタイミングと講座を作り変えていくタイミングっていうのは、ビジネスライクに考えることができたので、多分他の人よりはそこはやりやすかったのかなっていうのは思っています。ですので、まとめると、苦手を仕事にする方がうまくいく、ビジネスモデルの作り方の不思議っていう話は、自分が苦手って思ってることが、皆さんにとっても同様に苦手だとしたら、それをいち早く克服した人がその領域で上の方に行ける、まあ、当然集客とかもやりやすくなるっていうことなんだろうなっていうふうに思っているんです。だから今もしかして自分が持っている領域の中で、どうしてもそれをやっていく上で、苦手を克服しないと前に進みにくいっていう場合には、果敢にチャレンジしていただきたいんですよ。苦手って言って後回しにしたものって、絶対課題として何度でも目の前に現れるから、体力があって頑張れるうちに克服しといた方がいいですよ。教室の先生は主にパソコン苦手、コンピューター苦手っていう人が多いんですけど、苦手って言ってずっとずっとやってこないで今を迎えていて、集客に苦しんでる先生、アナログではもうだけでは効かなくなってるのが現状なんで、どうしてもだから逃げてきた分が今やんなきゃいけない状態になっちゃってる先生たくさんいます。だからそれは若い時に苦手って言わないで潰してればすごい得意になってて、集客が楽に運営できる教室になってた可能性が高いんですよ、本来は。だから苦手って思うのはおそらくその時の自分に必要なことであるはずなので、それを逃げずにトライするっていうふうにしていくと、人生も仕事もうまくいくんじゃないかなっていうふうに思って、今日はそんなお話をしてみました。是非頑張ってみてください。それでは。